今日はね、そう、え、今日あっという間だった。まつげめっちゃマスカラちゃんとメイクしました。でももうさ、汗かいたからここ辺とかもう崩れてる、メイクがなんか赤いもん、ここいつも。いやだね、肌荒れ、肌荒れじゃないけど、クロスさん、金テープありがとう。ゼッタン、花束ありがとう。あ、小林さん、ハートありがとう。こんばんは。お疲れ様。そう、今日雨降ったんよ。しかも STU の出番の時に降ったんよ。急に土砂降りになって、ステージ始まる前からと思ったら、ステージ始まったら晴れてきて、終わったら超暑いぐらい晴れてて、なんだこの天気はと思いながら、そう、雨降った。こんばんは。いや今日は短め。いやでもね、これから多分レッスンとかが続いて、もっと疲れて帰ってくる日があるから、できる時に毎日そうやって結局してさ、していかなかったらそれが習慣になっちゃう。今日もレッスンで疲れたから短めですって言って、それが習慣になったら良くない気がする。だから別に今は疲れてはないので、今今日はしとこうか。眠さがゼロかって言ったら、そうだよ、ゼロ、うん、ゼロではないけど、こともないけど、ちょっとね。佐藤さんお疲れ、しゅんさんお疲れ、ありがとう。シャーショーシャさんお疲れ、ありがとう。ワワウさんお疲れ、ロコありがとう。カードリさんお疲れ、ありがとう。しんいちさん回復薬ありがとう。新幹線寝てないです、一睡もしてない、寝てないよ。クロさんいえありがとう。いやでも別に今日は早く終わったからといって早く寝れるわけでもなくて、そうやらないといけないことは結局あるのであるから、別にね、今終わったからといって早く寝れるわけでもないけんね、全然大丈夫。歩き疲れた。おー、今日暑かったからね、水分しっかりとってください。なんか水分だけを取ったら良くないっていうニュース見たよ今日。水分をたくさん飲んだ方が亡くなったみたいなニュース見たから、塩分もやっぱ大事ですね。私は今日はあのティフのケータリングで冷やし担々麺を食べました。あっちゃさん可愛い、ありがとう。ハリーポッターメガネのひげおじさんバラありがとう。あ、鬼レンちゃんなんかポセリ映ったとお母さんから連絡来ました。クロさんヤシの実ありがとう。今日はね、銀だこも差し入れがあったんですよ。銀だこ3玉なんていうの、3丸3粒3個食べました。3個食べた。僕隊の映像が映ったんですか。僕隊ハマダレかと思ったら僕隊なんだ。じゃあパセリが太ってる時じゃん、それ太り時期のパセリ。大阪のひろしさんお断り、やすべえさん金テープありがとう。へえ、びっくり、僕隊が映ったの。旅人デラックスさんヤシの実ありがとう。夜ご飯さ、東京駅で買ったんだけど食べなかった。気づいたら広島だったから食べなかった明日のご飯にしよう。サラダ買ったのに食べなかった。陣内さんマイク、ひろっちさん金テープ、しんいちさんお断りです。
トマンテさんありがとう。冬最高でした、ありがとう。こちらこそありがとう、来てくれて、暑い中待ってくれて、見てくれてありがとうございました。ねえ。ああ、立ちっぱなし、いや立ちっぱなしでも絶対カロリー使ってるよね。あの炎天下だってさ、私たちがステージにいた時間30分とかでも超暑かったから、なんかモニターでね見れたんですよ、楽屋で、楽屋っていうか舞台袖の待機みたいな時に見れて、もうファンの方たちはずっと待ってるわけじゃないですか、絶対熱中症になると思って。しかもね結構な密度だったじゃん、人が、客席側。手洗うがいもしっかりしてくださいね。こんばんは。いやー暑かったよね、わかる。屋根あったけど暑かった。人すごかった、人すごかったですよ。扇風機つけてる今。ペットボトル、え、500ミリ6本飲んだ、3リットル、やばー。私はね何飲んだかな、ルイボスティー、イロハスかな、すごい。3リットルはすごいよ、水分だから大丈夫。体重減ってもすぐ減ります。関西は涼しかった。そうなの、そうなの。ライブに行く予定がなくて寂しいです。ああなんかないかね。うっかりあんこさんお断りです。でも8月結構パセはいろいろ予定があるから、汗汗しないように頑張りたいと思います。まずは今週末のサマステです。いやパセはね、愛知とね、愛知に会いたいって思ったけどタイミング合わなくて、タイミング合わなかったんですよ。愛知なんか他の配信のお仕事かなんかもしてて、 TIFF ので合わなくて、で STU の出番が終わって楽屋に戻るときに、 STU が集合写真撮ってるときに HKT さんがちょうどステージに向かうところで通り過ぎて、超遠くから手振っといた。めっちゃ手振っときました。気づいてくれたらしいです、ツイートしてくれてました。長濱ねるさんはお会いしてないです、お会いしてない。他のグループさんはほぼお会いしてないですね、楽屋にずっといるから。特に、特にみんなそれぞれね出番の時間も違うから、楽屋ご挨拶とかもないですね、それぞれ。会ってないです、誰ともお話ししてない。歩いちゃいけないんよ、ちゃんと許可を得んといけ、マネージャーさんね。配信で見てた、ありがとう、ありがとう。でもさ、もうすぐ出番だからね、着いたら朝5時に起きようとも向こうに着いたらもうお昼だ。お昼だし、もうすぐ本番だし、楽しかった、楽しかったよ。
ね、暑かった暑かったわ。そう、台風が心配なんですよね。台風大丈夫かな、怖いよね、9日でもね、今んとこスタッフさん的にも台風次第らしくて、まだ分かんないじゃん、広島来るかも、ね、だから特にそういう中止になるとかの予定とかもないみたいな感じだったけど、聞いたらね、うん、そうちょっとそれてるんだよね。もともともっとさ直撃だったじゃん広島、でもだんだん九州寄りとかになってるからね。だから九州に住んでるファンの方はね、俺は絶対に行く。お祝いしような。帰りもあるしね、来れても帰り、もし何か被害があったら、帰れなかったら大変だし、みんなの安全が第一よ。そうだよ、長崎の方にも行かないでほしいよ。だからもうこっちに来ないでほしい、もう消滅してほしいです。そうだよ、みんなは広島にさえ来なきゃいいと思うかもだけど、私は家族が長崎におるから心配よ。それ過ぎても心配、消滅してください、お願いします。どっちも大事なんです。そう、移動がね、カーヌン、カーヌン、台風カーヌン、こんばんは。クロさん、回復薬ありがとう。8日に広島に来る予定だったアーティストを延期発表してた。嘘。9日さ、23もライブあるよね、広島で。広島台風で調べとったら、この前20のライブがあるって出てきて、あります、グリーンアリーナかな、ひー、こんばんは。兵庫県は土砂降りです。そうなの、嘘、新幹線で通った時どうだったんだろう、何も気づかなかった。窓の外を見る暇もなく帰ってきた。困ったね。みんな安全第一で行ってね。ちゃんと食料買っとくんよ。ね。食料ゲットしといてね。大事。やっぱこういう時に音見るとか家にあるといいよね。チンすればいいし、あ、でも停電したら終わりか、困ったね。停電しても食べれるものを用意しとくんだよ、みんな。冷蔵庫とかが停電しても大丈夫なやつとかにするんだよ。爆睡してないよ、一睡もしてない、今日帰りずっとお仕事の提出物とかやってました。確かにクリーム玄米ブランいいね、あとグミとかいいね。1週間は生きていけます。おお、備えてますな、それは。かっぱえびせん、かっぱえびせんは止まらない、やめられない、止まらない、だから危ない、危険だ、すぐ一袋なくなっちゃう、大変。インスタントラーメン、ラーメン、私も今日爆睡できる自信あるだって早起きだったし、炎天下で踊ったし、早寝、早寝はもう無理だけど爆睡はできそう。でも今配信終わったら
この中途半端な時間に配信終わったらここでふーとかして、結局12時までここで壁に寄りかかってふーってしてるから意味ないよね。12時に終わってやばいお風呂早く帰んなきゃって思って急いで入った方が効率いいです。私はポケモンスリープはもう一日坊主でやめました一日坊主でした結局一日坊主。ピクミンブルーム、なんだそれ、何どういうやつ、どんなやつ。え、12時まで配信する気でいるよ私はだってだって全然あと1時間とかじゃないですか、いけるよ。私はもう寝るだけ。5日坊主でした。あーちょっと長いよ私より。悔しいな、6日坊主になろうかな。悔しいな。倉敷観光行った、うわ何食べたの。倉敷観光いいね。倉敷最近行ってないわ、もう1年行ってないわ。行きたいな倉敷また。クロさんタコありがとう。まず今日さ、あの熱海、うん、熱海あんバターだっけ、バターあん、熱海バターあんだっけっていうさ、パンみたいな和菓子みたいなやつを初めて食べたんですけど超美味しかった。超カロリーな味がして美味しかった。生地も美味しかったし、中のバターもあんこも美味しかった。ちょっと粒あんっぽかったけど、多分粒あん、ほぼこしてる粒みたいな感じの食感だったんだけど、あれは粒あんかな。超こしてあるけどなんか粒っぽい食感あったなみたいなあったけど、気のせいかな。そう、差し入れていただきました。美味しかったです。あんバター間違いないね。しんいちさんバラありがとう。お疲れ様です。お疲れです。半殺しっていうの、半々ってこと、半分だけってこと。美味しかった、おすすめ。熱海バターのカステラが美味しい。そんなのがあるの、カステラ。空はたんじゃん、カステラは。アントースト、いやもうやっぱあんこはねバターとの組み合わせが最強だよね。銀だこもあったんですけど、なんか期間限定の生姜のやつがあったよ。生姜のねなんかタレにつけて食べるやつがあった。銀だこタレとかじゃなくて、あのソースのたこ焼きもあったけど、ソースと別に生姜とかもあっていろんな種類がありました。あと今日はプリクラを撮りました、2期生で。2期のプリクラはね多分誰かのサラピとかサラちゃんの載ってる気がするけど、インスタか覗いてみてください。ツイッターかインスタか覗いてみてください。きっと載せてると思います。私も明日メールで送りますね。プリクラ、 TIFF はねプリクラが撮れるんですよ、無料でみんなでめっちゃいいよね。なんかキャンペーンみたいな感じでスタッフさんがそこに いらっしゃって撮っていいですよみたいなやつで撮れるんですよ。パイナミさん、安のみありがとう。そうめっちゃね可愛いの。 iPad、 うん同期されてないから入ってないわ、見せようと思ったけどないわ、なかったです。そう去年も撮ったんだよね、去年は PR 舞台で撮ったんだよね。私は2期生で撮りました、2期生で撮ったよ。入った瞬間撮影始まってさ、まだみんながさ6人2期生今日いたわけですよ、選抜の2期生。
でまだ全員入ってないのに撮影始まっちゃって、1枚目は4人しか写ってません。1枚目4人しか写らなかった。急に始まったんですよ。もっとさ、普通プリクラとかってお店で撮るときはポーズはこれがおすすめだよみたいな、なんか流れたりするよ映像が。結構待ち時間あるんだけど、今日のやつは急に始まっちゃって間に合わなくて4人でとなっちゃった。これ今日撮ったやつ、目がキュルンキュルンになります。プリクラは目ギュンギュン、ほらもうサヤとかもともと顔がちっちゃいけん、こんなもんキュン、顎もヒュンって目って感じ、超目、目が大きいね。え、熱海あんバターこれですよ。めっちゃ美味しかった。これこの上のさ、ここがバターなの、この黄色のとこ全部バターですよ。でさ、噛んだら溢れてくるの、最高だよ。そう、目が大きいんですよ。びっくりしちゃうね、こんな目が大きいと。ねえ、たまげたたまげた。昨日ね、配信が始まる前にあった出来事なんですけど、昨日夜配信しようと思って、あ、でもなんか髪がボサボサだなと思ってね、なんか絡まってる気がする髪がと思って、で髪絡まることよくあるんよね、レッスンの後とか。だからちょっとくしてブラシで溶かそうと思って溶かしたら、頭からこのハッピーが採掘されて、え、ハッピーが出てきたんですよ頭から。はい、ってなって、配信始まる前にソルハさん家におったからさ、ソルハさん家のに私がこれね、誕生日の飾り付けしようと思って買ったんよ。でもう先に家に置いとこうと思って持ってったんですよね、これ自分が買ったやつを。たらそれをここに置いてたから、それをつけたまま帰ってきてて、私恥ずかしい。ハッピー、うん、そう、おめでたい人なのよ頭がね。そう、そう、クレに行く予定でした。カフェに行きたくて、クレのカフェに行きたくてね、クレ行こうとしたけど起きれなかったです。だから違うとこで広島市内でパフェを食べました。とってもでかいパフェを食べました。ビッグサイズのパフェ、超大きくない？伝わるかな、大きさ、大きさ伝わってほしい。どんぐらい大きいかっていうと、握り拳よりも大きい。お冷やよりも大きい。手のひらよりも大きい。スマホよりも大きい。でも写真で撮ったら分からなかったんだよね、大きさが。めっちゃ美味しかったの、ここ。中にね、グラノーラが入ってて、もう私の好みでした、このパフェ。変にベリーとか入ってない系の。もうチョコはチョコ、みたいな。チョコ、生クリーム、アイスみたいな。もう、ドタイプ。びっくりドンキーのパフェに続ぐお気に入りパフェができました。超美味しかったです。おすすめです。トニーさん、花束ありがとう。クロさん、ラブレターありがとう。めっちゃ大きいの。おしし目。パッちゃん。パッちゃん。どうしてカフェに行くかというと、カフェに行く理由は食べたいっていうのももちろんあるんですけど、食べたいもあるけど、おはようツイートとかで使う写真を撮るためっていうのもあります。
メンバーのおはようツイートカフェ多めじゃないですかね。そう、おはようツイートとかメールとかのネタとかね。え、男を一人様でも行ける雰囲気、え、行けると思います。ここは本通りからも近いのでライブのツイートとかでも OK だと思います。カフェマルティットってとこ、ちょっと待って Google マップで調べるからカフェマルティット、ちょっと待ってね。クルも行きたいけど岡山も愛媛も香川も行きたいんだよね。マルティットは住所は広島県広島市中区袋町6丁目4です。他にもパンケーキとかチーズケーキとかベーグルサンドランチとかあります。今回食べたのはパフェです。チョコパフェです。雪帽子、え、雪帽子絶対人多いよね。私もね、一昨日雪帽子行く約束しとったんよ、メンバーと。けどね、やめたの。やめたのよ。また今度行きたい。今何なのメニュー。雪帽子ちゃん、雪帽子の X 開きます。ピッ、雪帽子、あ、雪帽子はあれメニュー、あ、あった。1週間前のメニュー、あ、これだ絶対。マンゴー、Google マップくんが1週間前のメニューを教えてくれました。これだな。国産マンゴーヨーグルト、スペシャル生メロンヨーグルト、ベリーピスタチオドーム、白桃とスモモの合いがけ、ダブルメロン、真夏のミックスフルーツ、国産マンゴー、スモモミルク、広島レモンとパイン、ストーチエスプーマ、白桃ミルク、スイカ杏仁、カープ氷、生いちご、杏仁白玉金時、スイカ、クレームブリュレ、雪帽子。悩むね。悩んじゃうね。国産マンゴーヨーグルトか、白桃とスモモの合いがけか、国産マンゴーか白桃ミルクかな。マンゴーいいよね。マンゴースーパーであんま買わないしね。桃とかは買うけどスーパーであんま見かけないから、こういう時に食べるのがいいか。気になっちゃうね。あ、今日のティフはね、急に話戻るけどね、今日のティフはね、ポニーテールとかハーフアップが多めでした。だからみんなこっからリボンが飛び出てました。集合写真見てほしい。結構リボン率高めですよ。ヨミリンさん、ミナミさん、アリちゃんさん、アーナ、アイコ、ミチュさん、チホさん、ヤンヤン、サラちゃん、アカリンさん、パチャで、マイキューさんとヒナさん、ツインテールかなこれ。いや、ヒナさんもこれハーフアップかな。なんかもうみんなリボン夏らしくていいです。わー、フルーツが美味しい時期だよね。なんか新衣装がフルーツに見えてきました。ぶどう、桃、レモン、ピーチ、あ、桃とピーチ一緒だった。そう、リボン率高めです。
え、もう一個話したい話があった。そういえばねえねえ、皆さん魚の目ってできたことありますか？みんな急にごめん、アイドルの口からなんかする質問じゃないかもだけど、みんな魚の目ある経験？私さ、人生で初めて魚の目っぽいものが足の小指にできてしまいまして、なんか靴ずれ、スポーツサンダルでさ、よくたくさん歩くから靴ずれしちゃったのかなって最初思ったんよ。したら、え、これ魚の目じゃないってなって、でも今見たら治ってきてる気がする、徐々に。昨日はもっとひどかったんだよね。小指の裏なの、小指の、足の小指のさ、裏側っていうか、だからちょっとね、悪化すると困るというか。これはタコなのかな、魚の目なのかな、分からん。お母さんに言ったら病院に行きなさいって言われました。魚の目、魚の目撮る動画とかあんの？私粉瘤しか見たことない。粉瘤って毛穴の黒ずみの撮る動画しか見たことない。あと耳掃除、耳とへそ掃除と、なんかそういうのしか見たことない。魚の目もあるの？黒い点々はないです。じゃあこれタコかな。押して痛かった、昨日は。で、今押しても痛くない。魚の目からタコになったってこと？進化したのかな。皮膚科に行くか。皮膚科、皮膚科硬い芯みたいな。これは硬い芯なのかな、タコかな、何なんだろう。見せたいけど、みんなに見せたいけど、さすがにね、さすがにこうやって足の裏を見せるわけにいかないのでね、見せれないんですよね。何なんだろうね、これ分からん。画像検索したんよ。そしたら魚の目、もっと魚の目っぽい人いて、いやこれは魚の目じゃないなと思ったけど、ちょっと難しい。白くなってるかな、なってるかも。私も皮膚科はなんかイボ焼かれるイメージがあって、焼かれるイメージがジュッて焼くやつあるじゃないですか、あれを昔やったことがあって、ちょっと苦手皮膚科ちょっと。みんなあるもんなのかな。でも昨日までは違和感すごかったけど、今日はそんなに違和感なかった。ドラッグストアであるよね。私さ、昔ちっちゃい頃にね、お父さんがそれ貼ってるの見たことあるんよ。魚の目のシールみたいな、なんか絆創膏の真ん中に丸いのがついてるやつですよね。だから私もついに魚の目ができたんだと思って、小さい頃に見ていたあの魚の目だと思ってさ、ちょっと嬉しくもあったんだよね。ちょっとねじゃあ皮膚科に行くか。分かった、皮膚科に行く。すぐ治る？本当？治すわ。パ、はい、パです、こんばんは。感知しづらいから皮膚科行ってね。分かった、分かりました。明日はちょっと行けなさそうだから、明後日とか行ける日に行きますね。しあさっては公園なので、公園あるので、台風が来てますが公園歩きでいるので、こっちとら、こっちとら、こっちとら。すぐ直します、任せろりです。もう髪がボサボサすぎてびっくりした。今日はね、ハーフアップポニーでした。
水曜日の公演の髪型は何も決めておりません。どうしようかしらね。タコかも。本当？じゃあ見てもらう、皮膚科で専門の方に見てもらう。芯から取り除くような治療してもらった方がいいと思う。わかった。確かに繰り返したら困るね。薬局で買ったやつでさ、治ってもまたできるならお金かかっちゃう、そっちの方が。タコ、タコは美味しいけどね。髪型どうしようかしら。ソラハさんセレクトね、見て。これはね、なんでこうなってるかっていうと、メイクさんがここ髪の毛をさ、ゴムで結ぶじゃん。この結んだゴムが見えないようにこうやってこれをくるくる巻いてくれるわけですよ。したらね、今それをほどいたもんだから、こんな、もうこんな大変な毛が生まれてしまいました。いやー、ハロー、こんばんは、こんばんは。今日は12時まで配信するよ。終わった瞬間お風呂急ぐから、頑張るから、よろしく。今日はね、ソラハさんがね、マイカーのグループラインに、もうすぐ二十歳になるんですけど何かした方がいいことありますかって送ってきててさ、私もヤフー知恵袋で調べたんですよ、10代のうちにした方がいいことって。そしたらね、ヤフー知恵袋のベストアンサーが、なんか余計なことはしないでいいみたいな、普段の生活をした方がいいですよ、いつか孤独な時が来るのでみたいな書いてあって、いつか孤独が来るので、今は今ある日常を普通に過ごした方がいいと思いますみたいな書いてあってさ、それがベストアンサーだったからそれスクショして送ったんよ。なのにさ、全然それに触れてくれなくてさ、沖さんが送ってきたやつばっか触れてさ、私のやつに触れてくれなかった。私も頑張って調べたのにな、ヤフー知恵袋。そう、難しいよね、何をしたらいいかって。なんだろうね、10代のうちにした方がいいこと、みんなは何かありますか？これおすすめだよってある？これせんかったから俺は後悔したよみたいなのがあったら教えてあげたって。私はもう6年前の話なので大丈夫なんですけど、もうすぐ迎える子がいてね、あと4日なんですよ。今日は6、あと3日でした。あと3日で迎えるんで、3日っていうかもうほぼあと2日と1時間って感じなんだけど、どうかな。恋愛、沖さんが送ってきたやつと一緒だそれ。沖さんがネットで調べたら1位恋愛って書いてあったし、でもソルハさんはみちゅさんに恋してるけど叶いませんって送ってきてました。ねえねえ、髪の毛絡まっちゃったゴムが。胃もたれしやすくなる前に焼肉食べ放題。ソラハさんも胃もたれするらしい。胃もたれするって言ってた。なんかさ、普通に日常とかでもしてるもん、お弁当とかアイスとか食べて、なんか胃もたれとか言ってるよ、よく。ねえ、絡まった。取ってほしい、みんな、皆さん取ってください。みんなも胃もたれしますか？胃もたれってさ、年々ひどくなってくもんなんですか？最初は肉が無理だったけど、だんだん魚も胃もたれしちゃうよみたいな、そんな感じ？さっぱりしたものでさえ受け付けませんってこと？ね。
今頑張ってねほどいてる。痛い痛い、取ってほしい。お腹が乗っちゃった。笑ったら、笑って腹筋ふーってやったらお腹がグーグーなっちゃった。なんせ夜ご飯食べてないですからね私。夜ご飯を食べていない女の腹の根です。あ、ほどけた、取れました。髪の毛いっぱいぐるぐる巻いてくださったからメイクさんが絡まりやすくなってました。固めてあるからね、余計に固めてあるスプレーと汗とで余計に、いや大変大変。いっぱいシャンプーしなきゃ、固めてある。おみかんさんいいな、ありがとう。よかった、無事に取れました。ほどいておけば、あと配信が終わったら速攻でお風呂場に行くだけ。それが一番難しいんだ。タイムカプセル？え、タイムカプセルいいよね。私もちっちゃい頃ね、いとこってよくやってましたよ、タイムカプセル。掘り出したことないけど、埋めたままだけど。タイムカプセル埋めたわ、おばあちゃん家の庭の木の下に。どうなったんだろう。その木は今でもあるのだろうか。いいね、タイムカプセルちゃん。何入れる？みんなだったらタイムカプセル。私は何入れようかな。何入れますかね。大盛り無料ってあると大盛り頼んでしまう。え、わかるよ、そういうもったいない精神ですよね。元を取ろうとしてしまうんだよね。わかるよく。食べ放題とか言って絶対にお腹いっぱいになって苦しくなるって分かってんのに元を取ろうとしてしまうんだよね。小学校で埋めたタイムカプセル開ける回があった。そんなアニメみたいなこと本当にやるやつあるんだ。めっちゃ羨ましい。いいね。昼夜ドリンクと塩飴だけで乗り切った。食べてなかったのか。いっぱい食べてね、いっぱい食べて。今日は何食べるの？一食目塩飴とドリンクで乗り切ったの、すごい。すごい。ピアピア。スプレーで髪が固まって。こんばんは。私も食べ放題したいな、久々に。最近した食べ放題はスイッパラですね。スイッパラだけどラーメン食べたらすぐお腹いっぱいになっちゃった。スイッパラスイッパラ。はい、とりあえずまとめておきました。何も聞かずに頑張れください。頑張れ、応援してるよ。何かわかんないけど頑張れ。何も聞かずにって言われたから聞けない。なんだろう、頑張ろう共に。私も今週1週間頑張る。10年後の自分に向けてハガキ書いた。私も書いたんよね、小4の時にさ、2分の1成人式みたいなやつで授業で書いた気がするんだよね。20歳の自分へって言って、でそれをなんか家に送りますねみたいな言われたのに来た記憶ないので、多分一生来ないです。ペイペイドームに食べ放題シートがある。え？食べ放題シート？最高じゃん。最高の響き。食べ放題シート高そう。すごい。ペイペイドーム？小中の記憶がほぼない。でもわかる。私もほぼない。30人31脚したことぐらいかな。あと私意外と応援団立候補してみたりしてた。
小6の時。普段喋らんのにさ、応援団立候補したらさ、クラスの前で一人ずつ大声出してくださいって言われて、それで頑張って大声出したもん。その時はもうバスケ始めてたから、それでちゃんと合格が出て、応援団、団長じゃないけど応援団にしました。残業なって遅刻したら、ちょっと待った、扉開けて入ります、出禁です、今までありがとう今までありがとう。名古屋です。あ、楽しんできて、気をつけて行くんだよ名古屋。さっき兵庫あたりゲリラとか言ってたからさ、もしかしたらその雲が流れてって名古屋に行くかもしれない。大変、あちこちでゲリラ豪雨だね。応援だ。私声ね、意外と声出たり出なかったりします。今出ない、ちょっと今声カスカスです乾燥してカスカスです。新幹線移動をした日は声がカスカスになります。マスクしてたのにな、保湿したのにカスカスです。え、この前小学校の時によく遊んでいたはずの友達がいない存在だったらしくて怖かった。え、どういうことですか。ドゥルルルルン、ドゥルルルルン、ドゥルル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 ン。え、友達と思ってた人がお化けだったってこと。存在しないものが友達だったってことですか。怖っ、スケモンサバラありがとう。え、怖っ、どういうこと。え、うん、恐ろしいコメントが来た ホラーテイストのコメント来た。え、怖すぎません、そりゃそりゃそりゃ。そんなことある？陣内さん、金テープありがとう。同窓会であの人来ないのって聞いても、みんなから誰それ知らないって言われた。え、え、それは忘れられてるだけじゃなくて、忘れ、まあ、そっちも怖いけどね、みんなが忘れてる存在っていうのも怖いですけどね。でもさ、その存在しない友達はさ、小学校の時にずっと一緒にいてくれたってことですよね。じゃあいい人じゃないですか、ね、優しいお化けだったんだきっと、うん、怖っ。一番怖いのはさっき私が言った、本当は存在するのに全員が忘れてるっていうのが一番怖い。それが一番のホラーです。どうしてホラーかっていうと、ありえるからです。私もみんなも当事者になりえるからです。忘れられてる側になることがある可能性があるということです、ね、かもしくはみんなも忘れてる人がいるかもしれないってことです。こんばんは。こわー、そうだよ、無関心が一番良くないって言うよね。だってさ、人にいろいろ言う人っているじゃないですか。でもそれより無関心の方が一番辛い。チクチク言葉言われました。チクチク言葉はダメです。チクチク言葉はもうダメ。チクチク言葉のトゲを磨いてあげたい、丸くしたい。
優しい言葉なんていうっけ、トゥルントゥルン言葉なんていうの、大義語は何、チクチク言葉の大義語は何ですか。トールさんお疲れありがとう。無関心がいっちゃん良くないよね。ふわふわ言葉、ふわふわ言葉、じゃあみんなふわふわ言葉で一生話しといてください。チクチク言葉はもうダメ、ウニみたいなツンツン男、相当ツンツンですな。そりゃすべすべ言葉、ナイーブですか。みんな人に優しくなってくれよねえ、お願いだよ。消しゴムマジックで消してやるのさ。私の名前はパセちゃんです。 Google ピクセルを使ってます。わあアイスいいな。私は今日はね、聞いてください、今日アイスをね2個食べました。2個、本番前に1個と本番終わってから1個食べました。で帰ってくるとき広島着いて買いたいなと思ったけど我慢しました。なんでかっていうと、そらさんがアイス買って待ってるよーんって言ってくれたから、余計なカロリーを一人で食べるより一緒に食べた方がいいと思ったからです。作文みたいになっちゃった。どうしてそう思ったかというと、何々だからです。大事、国語の授業大事。理由を聞かれたら何々だからとかから終わるのが大事ですね。優しい、いつもね私がお仕事から帰ってきたアイスを買ってきてくれてですよ。我慢できた、偉いね、偉い、ありがとう。偉いか。アイス激ハマりした時に買った残りあるけど、思いが弱まって冷凍庫に溜まってる、とどまってる。食べなさい、アイスは、アイスは毎日3個食べなさいよ。みんないい、わかった。いやソラハさんは半分個とかじゃないよ、カロリー半分個とかじゃない、一個一個買ってくれます。ジャイアントコーンだったら青と黄色一個一個ずつみたいな買ってくれます。今日は何買ってくれてるのかわからない、わかりません、なんだろうな、あ何かな。今日はねだから、グリーンだから大好きだよ私。テイクストックさんアイスありがとう。梨ソフト美味しそう、梨ソフト。パセリと同じペースで食べてお腹壊した、ごめんねごめんね、仲直りしようね。そう、ソヤハさんはパセの影響でアイスを食べるようになりました。ジャイアントコーンは青が好きらしいです。私と趣味がさ正反対なんですよ。ソヤハさんはねスイカバーとかも好きって言ってた。あとはね何食べて、あザクレープ好きって言ってました。私はチョコモナカジャンボとかモナカ系とかコーン系が好きです。でもソヤハさんは生地系が好きです。生地で挟んである系とかキャラメルのね生地のやつ最近もないけど先々月ぐらいまではあったやつとか好きらしい。お腹を鍛えてください。あんず棒食べたことない、あんず棒
甘酸っぱいですか？ハンズボール。ビスケットサンドは生地系に入ります。私もビスケットサンド一時期ハマってました。 STU 入る前ぐらい超ハマってた。ツナラゴさん、マイクありがとう。俺も生地系好きになる。もう過激派だね、過激派。大変、もう全部推し面とお揃いにしたくなるタイプ。じゃあなんか他の情報もあげるかな。なんだろうな、明太子のはんぺんが好きと言っていました。明太子が中に入ってるはんぺんが好きだそうです。今日もパセリちゃん可愛かった。本当ありがとう、見てくれてありがとう。今日わー、アフリカメモしといてください。あとはね、なんて言ったかな、明太子でも辛いのは苦手だそうですよ。辛いの苦手って言ってました。だから辛いものはあんま食べれないから、明太子もギリ。明太子多分本当は食べれないけど、うん、そう、私は辛いの大好きです。辛いものを欲しています。だから今日のお昼ご飯で久々にね、担々麺食べて美味しかった。舌がヒリヒリしました。久々の担々麺、1年以上ぶりに食べました、担々麺。最後に私が担々麺を食べたのはサーヤンと行った時だから、だいぶ昔ですね。だいぶ前にサーヤンと国松に行って食べました。いつなんだろう、2年前、1年前、わかんない。辛いの好き、キムチとか好きよ私。明太子、キムチ、韓国料理とか好きよ。でも辛ラーメンは、辛ラーメンはちょっと辛いです。辛ラーメンレベルはいけないです。辛ラーメンは卵を2個入れます。でまろやかにするのが好きです。無理ですね。汁なし担々麺、蒙古タンメン食べたことがないんよ、中本ないんですよ。食べてみたい。蒙古タンメン結構やばいですか？配信で食べてみた方がいい？リアクションおもろいかな。全然平気でいけたりするんかな。やばい蒙古タンメンって。メンバー好きよね誰か、蒙古タンメン。しんちさん、吉野美ありがとう。北極、え、めっちゃ辛いやつでしょ北極って。南極もあんの？北極だけ？ペヤング、ペヤングあるかな。食べたこと、蒙古タンメンやばいの？挑戦してみたい。あ、塩分、そりゃ困ったね。辛さとかよりも塩分の方がちょっと気になっちゃう。むくんじまうぜ。底辺だ、むくんじまったら大変だ。みんなやばいっていう、蒙古タンメンはやばいっていう。へえ。お店で食べる蒙古タンメンとコンビニとかで買うさ、カップの蒙古タンメンの辛さは同じレベルですか？ゆうぴょんありがとう。テクストクさん、アイスありがとう。同じぐらい辛いの。辛いカレー食べたことないかも。私自分でカレーを買ったことがないんですよ、人生で。ないんだよね。
払えの違うの？やっぱお店の方が辛い？どんぐらいいけるんだろう私辛さ。試してみたくなっちゃうそういうの。ゆうぴょんやしのみありがとう。カレー飯、あ、よくドラッグストアとかで見かけるやつ。お店やっぱ汁なし担々麺屋さんに行くのが手っ取り早いですかね。辛いのの確かめる方法は。じゃあ誰か誘います。汁なし担々麺といえばサーヤンかな。激辛、まあ激辛食べて辛ーってなってもアイス食べたら大丈夫きっと。辛いやめた方が無難。本当そんなやばいの？じゃあ休みの日の前がいいってこと？お仕事ある前に食べたら大変ってこと？え、しなし担々麺辛いよね。なんかピリピリくるよね。山椒。激辛。ロシアンたこ焼き。楽しそう。たこ焼きパーティーしたい。あ、焼きチーズの汁なし担々麺ずーっと行きたいって言ってもう3年ぐらい経つよね私ね。加入してすぐにさおすすめしてもらって、でちゃんと私それ覚えてるんです。でお母さんとかが広島来ることがあった時にここもファンの方がおすすめしたよって言って教えたりしてるの。だからはね全然覚えてるんだけどね、毎回ね行くタイミングを逃して3年経ってしまいましたね。え、そのお店の前を通ることもあるんだよ。なんなら 2,3 日前もそこの道歩いたんだけどね。その店の近くにね私の大好きなベーカリーキッチンフィロの新しい店舗ができました。辛いラーメン、愛知の辛いラーメン、え、味仙ですか？味仙食べてみたい。愛知。今日リップ塗るの忘れてました、配信前に。今塗ろう。はい、ヒュンヒュン、はい、オッケー。国町でもね、油そばとかもね気になる。沖さんが油そば好きって言ったから気になっちゃう。やっぱ推し麺が食べたものって気になるじゃないですか。油そば食べたことあるけどさ、一回だけ気になっちゃうよ。コンサートの際にぜひ。絶対にむくむじゃないですか。むくんじゃうよ。プーさんありがとう。油そばとか麺類欲してる。今日昼に麺類食べちゃったから、一回麺類食べると止まらんくなるやん、ね、そうめんも食べたい。そうめん、あーもうあと30分ぐらいで今日が終わってしまいます。皆さん今日は日曜日だったけど何かしましたか？ティフ以外何か。汁だけ担々麺？え、担々麺は入ってるの？それは汁だけなの？スープってこと？高校野球見てました。高校野球、高校野球この前コイラジで教えてもらってから興味津々で、この前番組表見てさ、高校野球テレビであんのかなと思って探したけど見つけられなかった。私のテレビね検索できないんですよ、番組表の。
なんか AKB とか調べたら出てくるやつあるじゃん。あれができない、テレビの模様、安いからか分かんないけど、そういう機能がなくてさ困っちゃう。片付け鈴鹿8時間耐久レース、え8時間ずっとぶっ通しで見てたのってこと？秋吉台31サッカー観戦、労働、寝てました、買い出し、昼寝。おお、みんな人それぞれな生活を送ってるじゃんね。千光寺、お、いいね、千光寺。高校野球、熱中症、わあ大変、大丈夫だった、熱中症心配だわ、すいません。高校野球はね、うなちゃんがよく甲子園とか行って見てるイメージがある。うなうな、長崎、長崎バイオパーク、創成館有名だよね、創成館。ショッピングモールで買い物、いいね、ショッピングモール。今夏物のセールとかしてるよね、ショッピングモール。早くないですか？今夏なのにさ、もう秋物が出てるんですよ、店頭に。え？ってなる。夏物のセールをしとんよ。こんばんは。眠くなってきてしまった。困ったね。大変だね。でもまだやることはあるんだよ、パセリちゃん。目を覚ますんだ、パセリ。こんばんは。ウォーキングしてた。えらい。ウォーキングは大事。困ったね。でも今配信終わったら絶対あーって壁にもたれかかって、結局12時までここにいるから、12時までは絶対に配信して自分を焦らせるんよ。やばい、もう12時でお風呂入んなきゃって思わせなきゃいけないんですよ。そう、ちょっと壁に寄りかかっとこう。そうなの、配信を終わろうともここにいる時間は変わらないんだから。お風呂頑張る。今日はお風呂すること多いぞ。まずはまつげのマスカラを落とします。そしたらメイク落としで顔のメイクを落とします。そして髪の毛を固めてあるので、まずはコンディショナーを先にして髪についてる固めてるスプレーを取ります。でシャンプーをします。そんでもってまたコンディショナーをします。で洗顔をします。そしたら体を洗って、地獄のドライヤータイムです。はあ、熱風ドライヤータイムが始まります。やだね、やですな。ドライヤーで約20分とかかかってしまいます。やだね。お手伝いしなくて大丈夫？うん大丈夫よ、先に寝ててくださいね。
もう爆睡しちゃってもらって大丈夫ですよ。本当に嫌だね。シャンプーが、シャンプーじゃん、ドライヤーが一番嫌いです。メイクここで落としたらもう大変ですよ。マスカラの黒い涙がたくさんビャーって垂れてきて、垂れてきてしまいます。あ、今日は一日長かったね。あっという間のようで長かったね。昨日は何時寝たんだろう。私2時とかに寝た気がする。2時とかに寝て、遅寝だったのに早起きできてよかった。無事に起きれて、ね、本当だよ。さすがに今日の自分は褒めたたえたいね。褒めたたえたくなっちゃうね。そうだよ。移動もね、睡眠不足って熱中症になるっていうから一番怖いですよね。それが熱中症になるのが一番恐怖ですよ私は。お疲れ様ですよ。みんなもありがとうね。暑い中来てくれた方もありがとうよ。プーさんブラボーありがとう。 G 退治でオールしてた。そりゃお疲れ様だ。 G 対 G、 G えらい。 G は1匹いたら100匹いるから大変だ。パスは広島に来てから家に G が出たことがまだなくて、そろそろ出るかな。もうここに住んで3年とかじゃないですか。4年目、え、3年4年、そろそろ出るのかな G。やだな。足がつってる子がいた。うわー、絶対にあれだね、水分と塩分のバランスが崩れたんだね。大変だ。 G はどうやって倒すの。スプレー、スプレーですか。 G、買わなきゃね。買っといた方がいいかね、いつか出た時のために。網飼育すんの。スプレー叩く、叩くだと。そんなんもう無理よ。潰れたのどうするんよ。どうする。え、私もこの前道歩いてる時に G 見ました。道端ではよく見る G、 家では見たことない。叩くの無理だよ。はい、お疲れちゃんです。ありがとう、お疲れ様。 G、ティッシュを3枚手に取って、ティッシュ3枚でいける？潰れた G 厳しくない？ 3 枚じゃ1箱分ぐらいの厚さがないと厳しくない？ 3は厳しいよ。いけんの？TikTok に、僕の好きな G、 そうよね、ゴキブリが好きって人も世の中にはいるよね、きっと。そういう人、多分配信見てる人でももしかしたらいると思うんだよね。3650人見てるってことは一人ぐらいいてもおかしくないもん。ごめんね、あの潰すとか言って、退治するとか言ってごめんなさい。私も好きなものを退治されたら悲しくなるしな。
ごめんね。いるかもしれないよ、もしかしたら。配慮には配慮を重ねなきゃ、大事だよ。許してね。セミ、え、セミもね、鳴いてる分にはいいんだけど、近くで見る分にはちょっと厳しいですね。ちょっと厳しいね。コンバット聞いたことある。コンバット、この前さ、福岡の糸島に行ったんですよ。だ、カブトムシ屋さんみたいのあったんだよね。クワガタ、カブトムシ、え、クワガタいた、そういえば。この前のさ、兵庫でツアーした時の帰り道にメンバーがわーってなんか言ってて、え、ゴキブリかなーってアイコと話しよったらクワガタだった。クワガタがいたよーってひなさんが言ってました。神戸クワガタが駅にいるらしい。すごくない？あんま見ないよね。それかあれかな、おばあちゃん家とかにさ来てた孫がさ持って帰ろうとして逃がしちゃったのかな。悲しいね。そうだったら悲しくない？虫かごに入れてたけど逃げちゃったかもしれない。クワガタ最近見ないよね。虫、あ、すぐ山があるのか。あ、じゃあありえる。クワガタ、眠たくなってきちゃった。なんか眠たいとかじゃない、眠くはないんです。なんか意識が朦朧としてきた。大変、今すぐパセリに糖分を与えるんだ。血液型聞いた時にクワガタって答える人どう思う？どう思うかな。真剣に聞いてる時、もう本当に大事な時、もう輸血が必要みたいな時に言われたらブチギレるかもしれない。今そういうこと言ってる場合じゃないよってなるかもだけど、ほんわかした時に言われたらへーってなるかもしれない。でも本当に本当にさ、血が必要な時とか血液型占いをしたい時とかに言われたらもうビンタビンタですよ。そんなパンパンパンねえ、ビンタビンタ。こんばんは。ド M 痛いよね。でもパスビンタ弱そう。痛い、肩の骨がバキッてなりました。往復便だ。ビンタ、みんなビンタされたいタイプなの？やだね。やだな。なんならグーで、こうですか？こうですか？こうですか？チョキ？こうってことですか？それと鼻ってことですか？どうですか？今は、もう睡眠不足で
意識が朦朧としてるので何を喋っているかもう分かりません。私は大変。チョキは嫌。分かった。あっちゃさんお断りです。その意識はちゃんと持ててた。でもそろそろ終わりの時間だもんね。いや寝落ちはしないぞ。絶対にお風呂に入ってやるよ。なんでかっていうとヘアスプレーで髪がギチギチだし汗もかいてるし新幹線移動もあったからお洋服とかもちょっと菌とか気になるし、さすがにね、頑張らなきゃいけないね。頑張ろう頑張ろう。お風呂、お風呂まだの人いますか？お客様の中にお風呂がまだの方はいらっしゃいますか？共に頑張りましょう。仲間意識持ってる。もう先に入った人とかはもう先に寝てください。もう知りません裏切り者。入りましただと？ハンカチ噛みしめちゃう。しゅんさん入った、ありがとう。今帰ってきた。うわ仲間だ。今お風呂にお湯入れてます。えらいね。え帰ってきてすぐお風呂入りたくなるよ。いつもなるよ。レッスン終わった後ああもうお風呂に入ってしまいたいと思うけど、一回お風呂に入るとドライヤーで20分お風呂入るので15分として、まあ1時間ぐらいロスが生まれるじゃないですか。でやばいみんな待たせてる、配信しなきゃって言って化粧水とかボディクリームとかしてたらね、汗汗しちゃうから、いつも汗だくで配信しちゃう。うえーみんなお風呂入ってる。マジか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 。勝ち組ばかりだ。勝ち組人生なのみんな。もしかしてタワマン済み？ありがとう。歯磨きも終わってるだと？私は歯磨きもまだだよ。歯磨きも頑張る。風呂上がりにアイスを食べただと？はあ贅沢だな。いいな。ワンルームです。一般の住宅、一般の住宅なんですか？ああ。びっくりした。さっきほどいたゴムを膝にこうやってやって遊んでたらピューンとなっちゃった。もうお布団です。あもうそれは勝ち。今一番勝ってる人はこの配信を見ずにもう寝てる人ですね。もう優勝してます。その方パセリがこんな喋ってる間もすやすやむにゃむにゃ眠ってる人が一番優勝してる。悔しいね。早寝は偉いね。いいね。夜勤中の方もお疲れ様だよ。もうそろそろ壇上読みますかね。右脳だけ寝てます。どうやってやるか教えてほしい。パセもやりたい。じゃあパスは左脳から寝たい。教えてどうやってすんの。片目を閉じるとか豚鼻にしてみるとか、ここのここにスイッチがあるみたいな、なんかそういうコツがあるんですか。どうしたらいいの。
配信終わったら寝る。見てくれてありがとう、遅くまで付き合ってくれてありがとう。イルカ、じゃあ今日からイルカになる、よろしく。ご飯は美味しいものたくさんにしてください。へえ、鳥？じゃあ鳥になろうかな。今日から鳥になることにした。鳥イルカになる、よろしくお願いします。今日から私の名前は鳥イルカです。片目をつぶるの。寝れてるかな。鳥イルカ、こんばんは、鳥イルカです。居酒屋のメニューになりそう。鳥イルカ、ドライヤーも乗り切れる。頑張ってみる、頑張ってみちゃうね。今さ、イルカファンの人に怒られてないかな。私、どうして鳥が先なんですかって、イルカの方が先にしてください、イルカ鳥にしてくださいって言われてたらどうしよう。ごめんなさい。様々な方面に配慮して配信したいと思います。今日から鳥イルカ改めイルカ鳥になりました。脳を部分的に寝る体質、すごっ。じゃあ右脳左脳とかなんてこと、あちこちで寝るってこと。イルカに似た鳥がいるの？それパセかも。もう眠たいから何喋ってるか全然わかりません。今日の配信喋ったことは、2期生でプリクラ撮ったよってのと、ソラハさんの好きな食べ物が明太子はんぺんっていう話しか覚えてないかも。あとはペーペードームに食べ放題シートがあるっていうのと、あと髪の毛を洗う順番を話してしまったのと、結構覚えてるか。スマンテさんおこたわりです。覚えてた、ちゃんと。あとゴキブリの話もしました。意外と覚えてました。じゃあこの後頑張ってまつげを落として髪の毛も頑張ります。結構覚えてたわ、意外と。なんか配信が終わるときに目が覚めるシステム何なんだろうな、いつも思うんです。多分メンバーあるあるなんですよ。メンバーあるあるで、配信が終わると目が覚めちゃう。何なんだ一体、やめて。頑張る、みんなもお風呂入ってない人頑張ろうね。お風呂入った人は早く寝てくださいね。付き合ってくれてありがとう、遅くまで配信見てくれ。そしたら壇上行きましょうかね。行きます。13位右田ピポさん、12位スプマンテさん、11位しんいちさん、10位ふくちゃん、9位ジンライさん、8位ジュナラゴさん、7位トニさん、6位テイクストックさん、5位クロさん、4位ワワウさん、3位アッチャさん、2位ヤスベイさん、1位ユータくん、ありがとうございます。今日も見てくれてありがとうございました。それでは良い1週間を過ごしてくださいね、明日からも。バイバイ、見てくれてありがとう、おやすみなさい。